高城千佳代のカンドラちょこっとナビ。朝鮮新医 U7 は都落ちした天才医師が未亡人となったお嬢様と変わり者の医師に出会って人々の心を癒していくヒューマンラブストーリーです。針の施術中に王を死なせてしまったという罪で宮廷を追われ、そのトラウマから針が打てなくなってしまった天才医師。ひょんなことから地方の村の飲んだくれ医師のもとで働くことになって、名前もセ君と名乗って再出発をすることになります。面白いのは、針の天才ながらその針が打てないので、表に出てくる病ではなく、その根本となる心の原因に寄り添って人の心を動かす話術で患者を救っていくところです。12話までが第1部で、王の死やセプンの父親の死の真相に迫っていく様が描かれます。そしてその1年後から始まる13話からの第2部では、メイン舞台を宮中に場所を移して、セプンと未亡人のお嬢様のそれぞれをめぐる三角関係が描かれていきます。時代劇版メディカルドラマでもあり、男女のペアが事件解決に挑んでいく捜査劇でもあり、チームで解決する痛快コメディーものでもあり、という具合にたくさんのお楽しみ要素が入ったドラマです。特にきな臭い事件の最中にも、セプンとお嬢様の2人が静かに育んでいく愛にほのぼのします。見逃さないでね。朝鮮新医 U7、 どうぞお楽しみに。